アメリカ山公園は、横浜市中区山手町に位置し、港未来線、元町、中華街駅の駅舎上部に整備された、全国初の立体都市公園である。公園面積は、約0.6ヘクタール。横浜開港150周年となる2009年8月7日に一部、開園。その後、2012年4月1日、アメリカ山公園を外人墓地側入り口から、 遠くにマリンタワーが見える。通路にはバラの模様。アメリカ山公園の夜景。マリンタワーが見える。横浜外国人墓地の北側斜面と元町、中華街駅の駅舎上部とを一体的に整備している。駅舎のある元町地区と外国人墓地のある山手地区の丘では約18メートルの高低差があるが、民有地にある駅舎の上部を横浜市が保有して、 屋上庭園を設置し、さらにエレベーターやエスカレーターなどの昇降施設を設置することにより、駅舎からも直接入園できる経路を設けているのが、東公園の大きな特徴である。これにより、高低差に関わりなく円滑で快適な、海遊動線を確保している。なお、立体的な動線の構築は、周辺地域においても、山下公園の世界の広場地区と横浜人形の家を、 ポーリン橋、人形の家と港の見える、岡公園のフランス山地区をフランス橋により連続して歩道橋で結んだ事例がある。横浜市は2007年12月に東公園の管理運営事業者を公募しており、2008年4月に株式会社、東急コミュニティを代表企業とする東急コミュニティグループの1、グループが応募し、交渉を行っていたが、同年8月に、 同グループは辞退した。その後、同年12月に管理運営事業者を再公募し、2009年5月、西部造園株式会社を代表企業とするアメリカ山公園パートナーズを優先交渉権者に決定した。そのまま、同グループを管理運営事業者として、同年8月7日に一部開園し、2012年4月1日には全面開園に至っている。 屋上庭園は、ビルの5階程度の高さであるが、横浜マリンタワーや、横浜ベイブリッジ、横浜ランドマークタワーなどを望むことができる。また、遊具はないが、草木や芝生、ベンチが整備されており、毎年冬季にイルミネーションイベント、スイートメモリーを開催しているほか、お祭りやフリーマーケットなども時折も用されている。明治諸島に、 米国公使館予定地となっていたことや戦後にアメリカ軍に接収された歴史などがあり、土地柄アメリカにゆかりがある高台ということから命名された。アメリカ山公園を含む周辺地域では古くから縄文時代中期の貝塚の存在が知られており、東公園の整備に際してもそれに先立ち、2006年1月から3月に横浜市ふるさと、 歴史財団埋蔵文化財センターによる発掘調査が実施されている。その後、貝塚は2013年11月15日付で元町貝塚として市の史跡に指定され、公園内には調査の概要を示す簡易なプレートが設置されている。鉄道水上バス。ありがとうございます。